Hi everyone, it's Master Ken! 最近ですね、GoPro の魅力にハマってしまい、アクセサリーを結構買い出しています。そこで今日はですね、GoPro のバックパックシーカーのレビュー動画になります。GoPro のホームページでアタッチメント以外のオリジナルグッズが購入できます。定番の自撮り棒やこういったグッズもあります。今回紹介するシーカーはバージョンが2つありますが、大きな違いはサイズくらいかな。バージョン1は16リッター、バージョン2は18リッターで、マサはバージョン1を購入しました。では早速いつものこのコールマンのシールドからこちらのシーカーに、レビューを兼ねて荷物を移していきたいと思います。収納スペースは大きく分けて4箇所、正面のポケットは比較的浅め、パスポートやちょっとした貴重品を入れるスペース。背面には登山で使うハイドレーションを入れるスペースがあります。防水になっているのと、多分水が漏れた場合にこの穴から外へ出せるようになっていると思う。このバックパックを買うまでハイドレーションという存在を知りませんでした。多分この先も登山することもないし、ハイドレーションを入れて使うこともないかもしれない。その代わりに iPad Air を入れます。3つ目の収納はトップのここ、最大5台の GoPro 収納可能。内部がマジックテープで付くようになっているので、間仕切りの位置を変えれば大体のガジェットは入る。コンデジは入るけど一眼は入りません。このバックパックを買った理由の一つが、この収納です。いつもはね、ガジェットポーチをバッグの中に入れてるので、撮影したい時、旅行中、あ、今撮影しようかなと思った時に、なんかバッグの中に入ってるからちょっと出すのが面倒になって、まあいいかっていうので撮らない時もあったんですけど、これだとガジェットポーチ自体が上についているみたいな形状になってるんで、割とすぐに取り出せるような気がしてます。ちょっといつもの装備を入れてみますね。おお、いいじゃん、いいじゃん、入ったよ。最後の収納スペースはメインのここ、開けるとメッシュのポケット。付属のチェストマウントが入っています。その下にはふわふわ素材のポケット、 iPad mini のためのサイズ。そしてちょっとしたポケットが2つ、中にバンドが付いているので PC はこちらに。背負ってみると腰より少し上にバッグが来るので、とても動きやすい。これがすごくいい。ショルダーベルトには GoPro を装着できるマウントがついているので、ハンズフリーの主観に近い映像が撮れます。付属のチェストマウントを装着すればトニー・スタークみたいになれるけど、乳首が気になります。もう一つ GoPro シーカーの特徴はサイドのポケット。左側のポケットには自撮り棒を固定できる紐が2つついていて、サードパーソンシューターみたいな映像が撮れます。GoPro に特化したデザインですが、普段使いにも使えます。一つ注意してほしいのは、サイドポケットから自撮り棒を出して撮影するときに、自撮り棒が、しっかり、固定しないと回転してしまいます。なので、360度撮影ができる GoPro Max での撮影がおすすめです。最後に3パターンで撮影した比較動画です。まずはショルダーベルトからの映像。構造上仕方ないのですが、若干斜めになっている気がします。
続いてチェストマウントからの映像。先ほどの映像と比べるとチェストマウントからの映像の方が主観的に撮影できました。ただ亀甲縛りで外歩く勇気が必要。最後にサイドポケットからの映像。使っているマウントは GoPro 3way 2.0。 こういうゲームありますよね。では今日の動画は以上です。次の動画を見る前にグッドボタン、チャンネル登録お願いします。それではさよなら、さよなら、さよなら。